ダグスコットダグスコットはイギリスの登山家。1975年にエベレスト南西壁の初登壇に成功したことで知られる。1994年に大英帝国勲章を受賞。1999年には王立地理学会から金メダルを受賞している。12歳でクライミングを始めた。20歳で教師になり休暇中に クライミングの海外遠征を行った。アルプスの他に、アトラス山脈、デュベスティ山脈、クルディスタン、ヒンドゥクシュなどに遠征した。クライミングに時間を割くために1971年に教師の職を辞して、徐々にプロの登山家として、生計を立てるようになる。72年春、秋のエベレスト南西壁遠征隊に参加するが、いずれも敗退。 75年に3度目の挑戦で、南西壁の初登半に成功した。70年代後半からは、高所登山においても、軽装備、少人数のスタイルに移行した。77年王が初登頂では、下山中に、頂上直下で滑落して、両足をくるぶしの位置で骨折し、仲間に助けられ両膝を使って8日かけて、ベースキャンプまで下山した。その間、 悪天候に見舞われ5日間は嵐、最後の4日間は食料が尽きていた。さらに鎮痛剤なしで数日間救助を待たなければならなかった。ありがとうございます。